吉子女王は、日本の皇族。三戸藩第九代藩主、徳川成明の五連中第十代藩主、徳川義厚。最後の聖夷大将軍、徳川義信の母。幼少は、富宮。陰号は貞義院、貞吉院徳川義子。没後文霊夫人と、送りなされる。織田仁志新郎の、第十二王女。母は、家女房、清滝。 道母兄に、巫女長入道新郎、巫女兄に、小日都親王など、巫姉に、佐々宮隆子、誠気球式師、栄ぐ幸子などがいる。天保元年当時としては、結婚的礼期を遥かに過ぎた年齢になってから、成明との婚約がまとまり、翌年に、京都から江戸へ降下した。婚約時、成明は三十一歳であったが、藩主となって約一年であり、それ以前は、 部屋住みの身分であったため、ご連中がなかった。この婚約は姉である高子の肝入りで決まったと言われる。また、婚約の直居を下した、任工天皇は、水戸は、先代以来、政教よく行われ、正々勤能の志圧しとかや、宮のためには、良縁なるべしと、満足したと言われる。成明には、吉子が嫁ぐ前に即室が生んだ女子があり、結婚後も、 数多くの側室を持ち、計三十七人の子を設けたが、夫婦の中はむつまじかった。とついだ頃、義理の母となった、ミネヒサに、自分は、年齢が高く、子供を産むことは無理かもしれないので、成明に側室をつけてほしいと申し出たが、成明は前にも増して、吉子のの元に渡ったという。成明との間に、長男、ヨシ次男、ジ郎まろ、マロ、五女、 い姫七男、吉信を設ける。遠服家の夫によく使え、諸子の教育にも目を配り、県婦人としての名声が生前より高かった。性格は、三宅の出であるものの、合議であった。天保五年、成明が、江戸地開拓を幕府に請願した折には、吉子も、夫と共に、江戸地に渡る決意を固め、解任中にもかかわらず折中で、薙刀や、 乗馬の訓練に励んだ。また、江戸小石川藩邸の奥庭を散歩中に這い出てきた一匹の蛇を人の手も借りず自ら撃ち殺したと伝えられている。多芸で、和歌や有栖川流の書のほか刺繍や教えなどの手工芸、楽器では琴や七力をよくした。釣りも趣味であり、水戸に下校の後は、城下の川でよく釣りをしていたという。また、十二大将軍。 徳川家吉の五代所の妹であり、三宅出身の吉子の同行は、イ井直オをはじめとする、南紀派の幕府首脳には、恐れられていたらしい。安政6年8月、安政の大国により成明は、水戸に英知居となる。その約3ヶ月後の12月、吉子は、幕府の許可を得て、水戸に下る。翌万円元年8月に、夫が幽閉のまま死去すると、 直ちに落職し、貞義ヨと名乗る。成明の死後、中跡を失った水戸藩は、激しい内部紛争に陥る。貞義ヨは、病弱だったという藩主、義シの貢献を務め、夫の意志であった、義信の将軍擁立に尽力したと言われる。だが、義シは現時元年の天狗党の決起と反発する、諸政党による筑波勢参加者の家人や経路への、 報復など、藩内の大律を収集できず、ついに鎮圧に当たる、幕府直属の陸軍が出動する。保守派が優勢になり、並行して、筑波勢に味方した、豪農他が打ち壊しにあうなど、水戸藩周辺は大きく混乱する。吉奴の名城で、内乱鎮勢に当たった、宍戸藩主の松平より,のりが江戸から退去して、水戸に向かい、この、大発勢に、 天狗党が同調した点を突かれ、保守派の市川広美の工作で、尊上派と同一視されて、幕府軍に追悼されてしまう。責任を問われた頼り,りが切腹し、天狗党は、近利御守衛総督の一橋義信を頼り、朝廷に、尊王上位の志を訴えるため京都に上がろうと、する。吉信は、京都に入れないために討伐軍を率いて迎え撃ち、 吉奴が江戸屋敷で実権を握れずに苦慮する間、京都近辺で天狗党の処刑が進むと諸政党が水戸城下で報復を、吉信が将軍職に就くと反対に天狗党が諸政党に報復を働いた。また、母親戦争の勃発により、吉信は皮肉にも、たる人親王に追悼される身の上となった。慶応4年4月5日、吉奴は、 藩内の混乱による心労もあり病没する。すでに、江戸の無血会場、吉信の水戸謹慎などが決まった中での死であったため、もは、被され、吉奴の維持である特計に代わって、欧州留学中だった徳川秋武を呼び戻して藩主に据えることとなり、およそ8ヶ月にわたり、水戸藩は藩主不在となる。4月15日、吉信が、水戸城に、 隣接の行動館に入るが、ヨ子と会うことはなかったという。7月、ヨシは、静岡に移る。10月、水戸城大手門を挟んでの水戸藩士の内戦、行動館戦争が起こり、銃弾は、ヨ子の居室の付近にも飛んだ。水戸開楽園の公文亭明治2年から明治6年まで、開楽園内の公文亭に住む。その後東京に出て、義シの後を継いだ。 秋田家の世話になり、向島湖梅邸に移って、寄生を送った。武家社会の監修上別家に養子に出た吉信との同居はできなかったが、親しく文通を行い、頻繁に交流していた様子が伝来する書簡から伺える。たる人親王日記によると、1873年1月22日以降、徳川義子は、 兄の小比都親新納の直系の孫にあたるたる人、新納と、たびたび訪問し合い、あるいは風の見舞いをやり、同年6月には、結納の祝いを、11月には、新納の体調を気遣って、水戸から酒を取り寄せて送った。有リ川家との信仰が復活した様子が記されている。1873年9月には、聖位を追贈された。 成明自作の藩室を新能に送り、王女が亡くなった10月の末に新能を、池田家特定に招くと、慶寺院はじめ、秋田家のほか特計や松平忠和と、土屋巨次家など成明の息子たち、また、秋田家の性質で新能に、書道の手本を頼み手習いを受けた明田姫他を、揃えてもてなしている。もっぱら人や物の行き来を記した。 たるひとしんのうが、金星の太陽面通貨を日記に記したのが1874年12月9日で、その前日も4時間ほど孔明の屋敷を訪れて過ごした。徳川義子は、長命を、まっとうし、明治26年に死去した。去年90。墓所は、水戸藩墓所、随竜さん。死後の、文明夫人は、生前に、成明が決めていたものであるという。 結婚後もしばらくは、く家風のおすべらかし、小袖に袴姿で過ごしたことを示す、肖像画が残る。ちなみに、肖像画に添付された、成明の手紙などから、成明は、よしこと呼んでいたと伝えられる。ありがとうございます。